イエンナ・バウークはスウェーデン生まれの画家である。画家としての活動はドイツで行った。ストックホルムに生まれた。父親はドイツ生まれの作曲家で、母親はスウェーデン人であった。ストックホルムで美術を学んだ後、1863年にドイツに渡った。毎年、チロルやスイス、ベネツヤに旅し、ドレスデンではエールハルトに学び、デュッセルドルフでは アルベルト・フラム・ミュンヘンではユゼフ・ブラントに学んだ。その間にデンマーク育ちでドイツに留学していた女性画家ベルタ・ベークマンと親しくなり、二人でヨーロッパ各地を写生旅行した。1880年から1881年の間、パリにベークマンと滞在し、サロンド・パリなどの展覧会に出展した。百八十二年にベークマンは デンマークに帰国し、バウクもミュンヘンに移り、ミュンヘンで女性のための美術学校を開いた。1890年代には、ベルリンで、ベルリン芸術家協会の絵画授業で教え、その時期の学生に、当時21歳であったパウラ・モーダー・ゾーンベッカーがいて、パウラは後に、初期の表現主義を代表する画家となった。バウクの作品は、スウェーデン国立美術館などに収蔵されている。 ありがとうございます。